はい、どうもこんにちは、千代田光一さんけども、覚えて帰ってください。さあ、今回はですね、新エッグヘッドサンジ、誰でも作れる最強メダル編成ということで、まあ初心者の方でもね、ほんと誰でも作れるメダルをね、ご紹介しようと思いまして、まあ僕の前回の動画で、このメダル編成をね、まあ、最強だと、ご紹介させていただいたんですけれども、よくよく考えたら初心者向けじゃないなと。まあ別に、初心者に向けた内容じゃなかったところもあるんですけれども、このメダルって、今、イベントメダルで、まあ、最近始めた方々だともう手に入らないですよね。過去のものなので。そういうのはなかなかちょっと、今、意地悪じゃないですけど、親切じゃないなと思ったので、今回はね、考えてきました。で、それ、まあ結論から言いましょう。まあこちらなんですけど、今着てるメダル、でもこれでいいです。マジで。で、まあ、それをちょっと解説していきましょう。まず、軸となるのが一番大事なのは、このロビンの未来服メダルですね。はい。こちら、ま、自陣の、自チームの味方が KO するときにスキル短縮と、まあ、サンジの生命線である、愛の力ですね。回復スキル。あれが短縮されると。もうその時点で、もう、相性がいいと。で、2枚目はこっちの、同じイベントね、今来てる、自陣のお宝家にいるとき、与えるダメージ 3% 増加と、すごくディフェンダー3時に合ってますよね。うん。で、まあ、初心者の方って基本的に100未満だと思うんですよね。なのでメダル2枚だと思うんです。もうこういう状況でいいと思うんですよ。全然。いや、2枚で組むなら。で、もう一つなぜこれがいいのかというと、このロビンちゃん、この 18% つくんですよね。運が良ければ。はい。この 18% ってめちゃくちゃ大事で、まあ、特に始め立ての方なんてのはもうそういうの持ってないですから、継承メダルなんて。なんで、育成ね、メダルを作成して、まあ、強化するだけで 18% ないし 16% がもらえる可能性があるっていうのは、めちゃくちゃ向いてるんですね、初心者の方々に。で、かつ、3時に合ってるっていうところが、まあ、非常にいいなと。タグは、まあ、二つしか揃わないんですけども、一番大事なスキル1が短縮されるっていう点がいいのかなと。で、もし、100だよって方がいらっしゃったら、まあ、3時つけてもいいのかなと。3時もね、全然いいんですよ、これ。体力 70% 以上の時、受けるダメージ 5% 減少っていう、結構優秀な、固有特性を持ったメダルが来まして、これもまた、3時に合ってるっていうところがね、まあ僕本当に魅力で、もし100でね、最近始めた方で、始めたての方であれば、もうこの3枚でいいと思います。で、もし、ね、持ってたらいいんですけど、ロビンのこれもいいんですよ。NS ロビーのロビンですね。はい。敵柄から攻撃された時に、スキル1が短縮されると。カイドウでやったり、イベントのキングと同じ、性能なんですよね。で、タグもロビン同士で合うと。まぁ、ちょっとスキル1だけは合わなくなってしまうんで、あれなんですけども、これも非常に相性がいいので、まあ、ロビン持ってたら、ロビンをこのサンジのところに入れるか、まあ、ナミのところに入れるかして、やってもいいと思います。はい。なのでね、まあ、非常にこれ、今、最近始めたての方いらっしゃったら、もうぜひね、今回来てるイベントメダルたくさん作って、まあ、ロビンの 18% をね、量産すればいいと思うんですよ。で、今回は、まあ、適当に即興で組んできて、まあ、防御70と、あとこっちで300あります。はい、もうカッチカチの、カッチカチかつスキルの威力マックスの、3時作ってきたんで、この初心者メダルを使った、試合を2戦、お届けしようと思います。それでは、第1戦目から、どうぞ。さあ、ということで、しっかり初心者メダルをつけた、サンジですね。はい。ここ打つしとかないとね、裏ではいつものメダル使ってんちゃいますの言われても仕方がないので、打しました。はい。一戦目だけ、後取り解説でね、やっていこうというふうに思います。はい。カイドウ1に行くかなと思ったんですけどね、案外来なかったですね。防御高めるのかなと思ったんですけどね。あと攻撃力も上がるのでね、あれやったんですけど、まあ、全然いいですけどね。三時も一陣にいるメリットあるんですよね。やっぱり僕がこうやって貯めてる間に皆さんが戦って防御を高めさせていただくっていう、利点があるので、まあどっちがいってもね、いいんですけど。うん。まあ、できればカイド一陣の方がね、カイドにとってはいいと思うのでね、僕は全然二陣を守る覚悟でいましたけれども、はい。まあ今回、即興で作っただけあって、ステータスは本当に防御とスキルの攻撃力だけなので、防御力無視の攻撃、まあスキルを食らったりすると、ひとたまりもなかったりします。はい。そういうのはね、あるんですけども。まあそれを、なんかもうね、もう関係ないぐらい本当この子優秀な性能をしてますので、今回の3時。はい。で、すかさず、何でしたっけ、オンドレアストライクですね。はい。
オンドレアってことですよね、きっとこれって。そういうあれですよね、キングのなんとか牛丼でしたっけ、なんか顆粒、あ、うどんか、顆粒丼みたいなあれですよね。オンドレアとオンドレアってことですよね、きっと。知らないですけどね。はい、でここから同時ブースト、来るというところで、まあブースト中はね、もう上がったステータスなんて関係ないので、もうあいつの火力もとんでもないことになってるので、もうどれだけ防御上げようか、割とサクサクサクってやられてすることもあるので、まあスキル1がねこの時にあれば、まあ、耐え切ることもできるんですけども、ね、意外とまあこれ耐えましたけれどもね。はい、でここで回復ですね。いや大きい大きい本当に。で、吹き飛ばしていいですね。でセラがいるので、まあ一回任して、まあ同時にやられることを避けなければ、いけませんのでね。はい、このようにちょっと距離を置いたところに、で危なくなったら飛んでいくとこれ、いやこの瞬間移動マジでいいわ、本当に便利。でまあ倒せるの関係ないですね、もう敵無視で溜めますから僕も、そしてセラも。はい、で、ここからまあちょっとシャンクスと、まあ、ニカがいると、で、カイドウも、まあ、シビルを切らして飛んで、前に行こうとしてますけれども、まあ、ここはもうゆっくりね、2番手、3番手と控えて、行こうかなというふうに様子を見ています。で、これ、シャンクスとかはね、赤髪の吐き状態中とかは、タゲ取れないので、飛んでいけません。これがね、ちょっと、めんどくさいところではありますけれども、はい。で、ここからなんですけども、しっかりこう守っていって、まあ最初言ったステータスの話になるんですけども、ギガントワンパンス。やっぱり、体力振ってないと、もう素で受けちゃうと、もうこんな風に意外と脆かったりするので、まあね、そこら辺はやっぱり防御、体力、盛りが本当に僕はいいんじゃないかなと、改めてね、お伝えさせていただきました。2戦目は実況でやってます。それではどうぞ。さあ、それ次で第2戦目やっていきましょう。ちょっとだけ音を開けます。まあ全然、やれる姿、お見せできたと思います。まあやっぱり体力触れてない分、まあニカのギガンとワンパンされてしまいましたが、まあそれ以外はね、全然いいメダルやと思うんでね、特に、なんかスキル溜まんの遅いなとか、そういう、なんかこう、ね、なんて言うんですか、不都合なことっていうか、全然感じなかったので、全然いいと思いますよ。これで。一時は。もっと切り詰めていけばね、最初にお伝えしたようなメダル編成ね、やっていけるといいと思うんですけれども、さあ、行きましょうか。特に来そうにもないので、クラッカー!まだやってんねや。はい、外した、ワン、ツー、よいしょ。ビスビスするんでしょ?ですよね。ビスビスなかったらもう終わりでしょ。はい、使ったところに、よいしょー。あ、でもあれか、そっか、危ないよこれ。燃焼させたら結構やばいかも。火力上がるもんね。あ、いえいえいえ、あ、やったワン、ツー、スリーからの、よいしょあのね、もうゲッターに対してもう与えるダメージ全然違うので、でこれ打ってほしいな、超過しに行きたいな。よいしょ、しといて、変わろっか、そこ。でもそっちからも来てる。まあ、しぶけか、じゃあいいわ。一発任せようか。裏行ってる、間に合えへんな。いいや、捨てよ。ここで、よいしょ、ワン押しかな。二人見ようか。ワン、ツー、オッケー、ナイス、ナイス。あっちが消化できてないのね。ワン、ツー、からの、入れねえか、ジャスト。ワン、ツー。効かへん、そんなんもう。あっちか。お前。愛の力!何?今の避けんの?うまっ。ちょっと、舐めてたな。この環境でも白ひげ使うだけあんのか。はい。OK。撫で殺した。よっしゃー。攻めてきてるからな。こっち行くか。おっせー。いや、でも、来てるしな、シャンクスも。いるか。ナイス、スキル使った。あっち行ってるけど仕方がないね、これは。え、マジ、こんな詰められない。マジか。そうか、そうか、そんな押し出されるんや。まだ任せられるか。いや、行くか。ジャスト。任せろ。
よいしょー。ちょっと待ってね。ここいけるね。いっとけ十分十分。もう、メダルとか関係ない。雑に戦ってこんだけ強いから。もう最高っす。